であり、正義の味方でもない。正義の味方を阻まれるただのガキだ。偽物だ。お前たちが変身するのは、いつだって悪人ではなく、悪役だ。違う。違う。何も知らないくせに勝手なことを言うな。マジシャンなら他に来るはずだ。この人は何でも知ってるんだから。やめろ。あいつが知ってるのは知ってることだけだ。自己犠牲者、自己満足に甘んじる覚悟はないのに、正義など妄想な言葉を口にするな。不愉快だ。君のために動いて何が悪い。自己犠牲の何が悪い。私たちが偽物だったからって何が悪いんだよ。それで何か兄さんに迷惑をかけたか。迷惑もずっとかけられてる。私は一言も言ってない。ベストオーダー一生向き合う覚悟があるのなら、たとえ偽物だろうとそれは本物と同じじゃないか。言っとくが、僕はお前たちが大嫌いだ。だけどいつだって誇りに思っている。悔しいと言ったな、カレンちゃん。僕は確かにそれを聞いた。だけどな、僕の方がずっと悔しい。僕の誇りを怪我した奴に許せるか。あとは任せろ。悔しいって情けない。自分の部位を説明できたんだ。てめえで汗が拭けないやつが、妹の尻に見るなんて、兄ちゃんに